ホリデーパスの原型となったグリーンデイフリーキップホリデーパスはかつて東日本旅客鉄道が発売していた特別企画乗車券。フリー区間を延伸した休日を出かけパスの発売開始にあたり2012年3月11日利用分を持って発売を終了した。本項目では同じくかつて発売されていたスーパーホリデーパスおよびツーデーパス。 2009年夏季以降、期間限定で発売される通 d パスについても説明する。東京都内の JR 東日本全路線と、隣接する近郊6県の JR 東日本の一部路線の、普通列車の普通車自由席及び、東京臨海高速鉄道臨海線、東京モノレール羽田空港線に乗車できる。特急、急行列車及び東北。 上越新幹線は特急券や急行券を購入することで乗車できる。また指定席への乗車は座席指定券がクリーン車への乗車はクリーン券の購入がそれぞれ条件となる。フリーエリアの東西及び南北の端になる駅と路線を以下に記す。1992年からエリアを東京駅から約150キロ圏内に拡大したスーパーホリデーパスが発売された。 エリアの拡大を重ねたが2001年11月、限りで廃止された、熱海駅から半時計回りに記載、現行のホリデーパスに含まれる路線は省略。なお、2008年10月10日から同年12月27日までの期間限定で、上記と同じ区間を対象に、新幹線や特急列車の自由席の利用を可能にした、週末日帰りパスが発売され、 2009年には同区間に一部の私鉄線が利用可能になったものが発売されている。ミレナリオツーデーパス1995年からはスーパーホリデーパスと同じエリアで2日間有効のツーデーパスも発売されていた。2001年11月末をもって発売終了。2009年夏季と2010年春季には有効区間が過去のツーデーパスより拡大された。 ツーデーパスを発売した。エリアは限定されているが、学生及び大人の休日クラブ会員、小児の1日分の価格は、青春18切符よりも安く、特急券を別途購入すれば、特急や新幹線にも乗車可能であり、私鉄第3セクターなどの一部路線が有効区間に含まれていることも特徴の一つである。また、 2000年から2001年のミレニアムに合わせて2000年12月31日の大晦日2001年1月1日の元日にかけてのみ有効のミレナリオ2デーパスが発売されたこともある。発売期間は2009年6月20日から9月26日。利用期間は7月20日から8月31日まで、および9月の土日曜日と連休時の連続する2日間。 発売価格は大人5000円、学生及び大人の休日クラブ会員3500円、小児2 0 0 0円。利用者数は JR 東日本によると延べ23万人であった。自社船内熱海駅から半時計回りに記載。現行のホリデーパスに含まれる路線は省略。他社船発売期間は2010年2月1日から4月3日。有効期間は前述の ツーデーパス2009年夏季区間から拡大し、夏季の区間も追加となった。発売価格は一部変更され、大人5500円、学生及び大人の休日クラブ会員4000円、小児発売額は2009年発行分と同額である。利用期間は2010年2月の土曜、休日と2月11日から2月14日、3月20日から4月4日の毎日。ただし、 3月14日までの日曜日と4月4日を利用開始日とする設定はない。有効区間追加エリア時車線内他車線。ありがとうございます。